さあ今回も始まりましたモノゲンのベッドザアイテム。いや前回ちょっとやりすぎましたね、北斗無双で3万発オーバー、約4万発ですか、あれはねちょっとやりすぎました。まあ慣れないパチンコ番組で最高の出来だったと自負しておるんですが、あれだけの展開なかなかありません。なんでね逆に今日が不安なんですけれども、今回で3回目の実戦となります。今のところ1勝1敗ということで、今回私が目標とするアイテムはこちらでございます。じゃじゃん、出ましたシュプリーム、現在若者に大人気でございますよ。今もうねちょっとこう注目度の高いアイテムが発売される前なんか、大体土曜日に発売されるんですよ。でそのねもう前の日とかから並んでる人がいたりとか、最近はまああの一番の大物はエアマックスですね。ナイキのあのエアマックスとシュプリームのコラボ、そこまでめちゃめちゃ人気出てないんですけど、やはり注目度は高くて、並んでる方がいらっしゃいました。でこのシュプリームのシャツなんですけども、これあのマーク・ゴンザレスっていうスケーターの方がいらっしゃって、その方とのコラボアイテムですね、今季は結構出てます。この蝶々みたいなやつ、これがまああのモチーフになってて、それが T シャツだったりとか、パーカーだったりとかジャケットだったりとか、そういうのが今季いろいろ出てます。でその中の一つとして、まあ本日収録日が5月の25日なんですけども、先週末に発売されたアイテムですね。で定価が2万2000円ぐらいなんですけども、まあ結構ね手に入りにくいものですから、あまあ市場ではだいたい3万半ばから後半ぐらいで、取引がされているような、そんなシャツです。まあこれからの時期はねこういうちょっとレイヨンって言うんですか、これ素材多分レイヨン、確かレイヨンだったと思う。わかります、アロハシャツ的なテロテロのやつですよ。こういうのもこうねやっぱ1枚でさらっと着て涼しげな感じで過ごしたいななんて思ってますけどね。ただ、このアイテムを獲得するとなると、もちろん僕もそれ相応のアイテムを別途しなければなりません。で実はですね、正直に申し上げます、私、まあ、お仕事からいろんな地方に行かせていただいておりますけども、家を空けることが非常に多くてですね、1週間ぐらい家を空けることはザラでございます。で例えばですけども、1週間空けた後に1日2日家に帰って、その後また4日5日外に出ると、こういうこともザラなもんですから、まあその洋服とかをね、キャリーに詰め込むわけですよ。2泊3日4泊5日と、で今の時期はもう T シャツだけでいいと思ったらバーッと詰め込むんですけども、何日間の分が必要か、何日間の着替えが必要かだけは頭にあるんですが、この日はここだったねとかっていうのを、まあ、忘れてしまってる時があるんですよね。で収録の内容はもちろん格好とかが被らないようになんとなく覚えてるんですけど、この日はこれ、この日収録、この日は来店実践、この日収録、あレバーオン、この日レバーオンは前回これ来たからこれはもう着ないな、ボーダーラインはこれ来たから着ないな、でベッドザアイテムもこれを前回来たから着ないなみたいな感じで被りを避けるんですけども、なんとですねその着替えのことに集中してきまして、ベッドするアイテムを忘れましたね。そうなんですよ。でもいろいろ考えました。僕 も昨日名古屋に入ったのが8時前ぐらい、8時ぐらいかだから、まあちょこちょこ空いてたんですよ、名古屋駅周辺のそのデパート的なやつとか、あそういうところに行って、なんかもう人なの買って、これ私物ですって出そうかなと思ったんですけど、それ違うじゃないですか、私物じゃないでしょ、ただ自分で買ったもん、そう昨日買ったものを出すだけみたいな、それもしかももともと大していらないやつ買う可能性もあるわけじゃないですか、これ私物で言って出したらいいやみたいな、タオルとか考えました、モロクマ考えました。これでいきましょうこれはね僕結構いろんな動画とか見てくださってる方はもしかしたら、見たことあるかもしれません。もう毎回のようにつけてます、バングルです。これは結構いいお値段しますよ、本当にもしかしたら初回のホンガーバックをしのぐかもしれない、そんなアイテムです。負けられない、今日だけは絶対に負けられない、もう出すつもりじゃなかったけど仕方ない、持ってきてないから、
今日もこう自分が悪いからもう。でじゃあこれ出すかって、これも絶対嫌だし、時計とかももちろん嫌だし、指輪も嫌だし、じゃあもう消去で残ったのはこれなんですよ。仕方ない、まあ、今日は僕のものですからまだつけてみますよ。その番組、まあ、男の方はもちろん使えますし、女性の方でもちょっとこう絞れば全然使えますんで、まあ、僕もそれ相応のものをね買った場合いただくわけですから、今日はこれをベットしてシュプリームのシャツをゲットしたいと思います。Down the street tonight, sitting around by the heavy gym. Jesus help us holding time. Ain't got nothing for the quick up come. I gotta go, go like a local no. I gotta go, go like a cannonball. I gotta go, go like a crazy. Susie waiting like a puppy at the door tonight. Hey.おはようございます。あ、え仕草ない。おはようございます。おはようございます。さあ入場です。今日はもう北斗無双は行きません。前回を超える展開になると思えないので、もう北斗無双はいいでしょう。2回打ちましたしね。まあでも朝一は爆連にちょっと夢を見たいんで、当たる確率でかつ割と連チャンも狙える、こいつでいきますか。ヤマト今なんかこう分かってる風なことこうやってやってますけど、とりあえずヤマトの角を取りましょう。よく分からない。まあでも結構回ってますね。回ってますねってよくわかんないけど、その回数がついてますね。それ昨日57、うわ147回ですって。これ昨日99連って、うわーこんななるんや。あえいつが前日でしょ。ほら6万3000発え、6万発はパチスロ換算で、だから6万ってことは1万2000枚ぐらいか。ねえ、ヤマト夢あるじゃん。ヤマトで行こう。よし、じゃあ今日はこいつが行きます。さあそれでは今日はヤマトからでございます。僕ね、導入されたての時は結構打ちましたけど、お割と久しぶりです。何が使ったかはもちろんなんとなく覚えてますけども、細かいその演出の信頼度については正直北斗無双よりは知りません。ただね、割と煽りは出やすいですね。疑似さんとかは簡単にします。そういうところは北斗無双に、ね、通じるところもありますけど、まあでも確率が199分の1なんで、あ、これで当たったみたいなのでも当たってくれます。で、熱いのは割とちゃんと当たってくれる印象ですね。だからまあ煽りはあるけども、バランス的なものは嫌いじゃないですね。まあ、どっかで何もない回があるかもしれないという、そういう不安と常に戦っておりますけども、今日はとりわけ不安大きいです。というのも、お緑竜、ヤマトの緑はまあまあ赤になったらまあまあまあ、赤で、期待度信頼度が確か 40% ぐらいかな。金だと、おーしょしょし、金だと 70% ぐらい、約 80% 近いぐらいあるのかな。まあ、まあ、おっ来たよ来たよ来たよ、おっ軍軍軍、乗り組員軍は
どのくらいだったかな、知らないけど、それでも6、70% あったような気がする。あーでもここは弱い、ここは赤だったらね。ああタイトルも普通、ただこれはねまあまあ熱いですよ、セリフも赤だったんで。スーラインが激アツだったのかこれ。うわこれ熱いんじゃなかったっけ確か。ああスリーラインになった、よいしょ。いやいやコマも7で当たっちゃいなよ、ユウ7で当たっちゃいなよユウ、よいしょよいしょ、早かった。最初13回転、しかも7ですから、そういうことです、そういうことです。いや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 、完全に前回の流れじゃん、もう引きずってるよ、引きずってるって言い方悪いねやった、おーデカボタン、よいしょ、早い、完全に来た、早い早いよ早いよよし、めっちゃ売れてる、いやーこれはスプリームに近づいた。マーク・ゴンザレス、ゴンズです、ゴンズのシャツが今もう目の前まで来ております。ここで1万発超えたらもうだいぶ楽ですよ今日。ヤマト打ち出しのタイミングがね、一時打ってないと忘れちゃうんですよね。最高最高、 90% です。何がつくか、これどれがついたらやばいんだっけ。 3、 3、 3は OK です、確か5がついたら確かやばい。はいはいはい、まあまあまあ 90% ですからね、え初っ端から終わりはしませんよ。ただ一番あれです、小さいやつ、少ないやつ、だからいくら連チャンしてもこればっか引いちゃうとダメなんです。よいしょ、お、なんか奇数は大丈夫な気がするんだよな。あ何がつく、あやべえこうだ、ああこれは大丈夫なやつですね。あー焦った、さっきの実質2ラウンドが 33%、 今 33% と 27% を打ったわけですね。僕は10% さえ引かなきゃいい、 10% さえ終わる、 10% さえ引かなきゃいい。やばい、弾を抜いてくださいよ、出してしまった。よしよしよし、高め来た高め来た、13がついております。おいしょ、
よいしょ、もう一丁、まだまだ、さあ、実質12ラウンドですね。実質12ラウンドの振り分けは約 5% です。だ終わる 10% を引くより先にこっちをいい方の 5% を引き当てましょう。5000発といこう。6、さあこい、うわやばい、やばいです。5がついております。シャッター、あーよっしゃ、よしよしよし、危ない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 、セーフ。いやあんな99連なんてね、見た後に入試に入るとイヤ顔でも期待してしまいますよ。よしよしよし、大丈夫。まああの2ラウンド、実質2ラウンドですけど、とりあえず行きました。終わんなければそれでいい。そろそろ大きいのが欲しいですね。6、うわやばい、5がついておりますよ。おい、よし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 、怖いね。これなんか音響かな。あ、こう、うわー、もうまた5がついた。ちょっと怖っ。あー危ない。あーでもシャッター赤だから、まあ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 、回避できる可能性はそこそこあります。ここも、あー多分大丈夫、多分大丈夫。タイトル赤の、タイトル赤のシャッターか。よし、いや頼むよ頼むよ頼むよ。いけ、よしよし、危なかった。今の焦った。よし、続きました。いやーちょっと5ラウンドばっかつくんで怖いですな。また5がついた。うわこれは今度こそ、これもう終わったかもしれないですね。通常シャッター、あれこっちもいつも赤なんだっけ。でもまあどっちにしようもちょっともう危ないですね。
ないぞまだ。終わっちゃいました。何連打9連だからちょっと出玉少ないやつが多かったんで、まあ、表示は4100ですけど実際は3500ぐらいしかないです。まあまあでも早めに当たってくれたんでね、まあ、それに関しては OK ですけど、いやもう一伸び欲しかったですね。5000発ぐらい行きたかった。まだ、確率も確率ですから、まあ、あと1回ぐらいは出るでしょう。なんとか、持ち玉で次の当たりを目指したいと思います。よし発射バンファイター